ここ数年で多くのサッカー専用スタジアムが建設され、海外に負けないスタジアムが建設ラッシュとなっている J リーグですが、やはり新スタジアムを建設するためには様々な苦労があるのも事実です。どうも童貞のくせにすぐ腰が痛くなる補欠カラスです。今回はブラウブリッツ秋田が抱える新スタジアム建設に向けた問題について紹介していきます。ブラウブリッツ秋田とは、まず現在話題となっているスタジアム問題の前に、ブラウブリッツ秋田とは一体どんなクラブなのかを見ていきたいと思います。ブラウブリッツは日本の秋田市、由利本荘市、にかほ市、男鹿市、潟上市を中心とする秋田県全域をホームタウンとするプロサッカークラブで、1965年創部の TDK サッカー部が前身となっています。その後2010年よりクラブチーム化を果たして、ブラウブリッツ秋田へ名称を変更し、2013年に J リーグ準加盟クラブとして承認され、2014年から J リーグに入会しました。そして J リーグに参入した2014年からしばらくは J3 での戦いが続き、なかなか J2 への昇格を果たすことができませんでした。ただ2017年には見事な強さを見せて、クラブ史上初となる J3 初優勝を果たしたブラウブリッツですが、 J2 ライセンスを交付されていなかったため、 J2 昇格は実現しなかったのです。それでも2018年にライセンスが交付され、2020年に吉田健さんを新監督に迎えると、チームは開幕から19試合無敗の J リーグ記録を更新して、さらに第25節にはヴァンフォーレ甲府が2012年に J2 で記録していた24試合連続無敗の J リーグ記録を更新するなど圧倒的な強さを見せます。最終的にブラウブリッツは残り6試合を残した段階でクラブ史上初の J2 昇格を果たし、 J3 優勝も果たしたのでした。こうしてクラブ史上初の J2 挑戦となった2021年は13位と最大の目標であった J2 残留を決め、その後も2022年に12位、2023年に13位と、まだまだ J1 昇格こそ見えていませんが、しっかりと J2 残留を果たしているクラブです。そんなブラウブリッツですが、こういったグラウンド内ではなくグラウンド外の問題が大きく報じられてしまっているのです。社長が語った新スタジアム建設への思い、このようにまだ J リーグに参入してからは歴史が浅いブラウブリッツですが、スタジアム問題が話題となっています。実際ブラウブリッツは2019年まで矢橋運動公園内にある秋田市矢橋運動公園競技場、通称秋銀スタジアムをホームスタジアムとして登録していて、2018年シーズンまでは大半の試合をこのスタジアムで開催していました。しかしながら秋銀スタジアムは収容人数や照明装置等の設備面での J2 のライセンス基準を満たしていなかったため、秋田市は収容人員要件を満たす矢橋運動公園陸上競技場、通称ソユースタジアムを暫定的にホームスタジアムとして使用させる前提で、ナイター照明や大型映像装置の新設、ロッカールームやドーピング室の設置などを盛り込んだ改修予算案を2017年度2月補正予算案に計上したのでした。するとこの予算案が承認され、ソユースタジアムが J2 のスタジアム基準を満たす見込みとなったことから、2019年のライセンス申請にあたってソユースタジアムをホームスタジアムとして J2 ライセンスを申請、晴れて承認されたことでようやく J2 ライセンスを取得したのです。しかしながらソユースタジアムは今後ブラウブリッツが J1 昇格を目指すにあたって必要な J1 で戦うための施設基準のうち、衛生施設及び屋根の基準を満たしていないという現状があります。そのためブラウブリッツのスタジアム問題に対し、秋田県は2017年度に新たなサッカースタジアムを整備することを念頭に置いた検討委員会を設置したのでした。その後2018年1月には多機能複合型スタジアムを新設する必要がある、建設場所は秋田市の中心市街地エリア、全天候対応の開閉式ドームが望ましいといった趣旨の提言を求めましたが、秋田県の佐竹典久知事は直後の定例記者会見で費用面や技術面の課題を指摘して、この提言に難色を示したのです。さらに商業施設などを備えた複合施設とする案については地方では成功しないだろうと述べて、新スタジアム建設に否定的な見方を示しました。こうした状況を受け、秋田県では2018年5月にブラウブリッツのホームタウンである秋田市、男鹿市、由利本荘市及びにかほ市に加えて、秋田商工会議所で構成する新スタジアム整備構想策定協議会という団体を新たに設置し、矢橋運動公園の他に秋田市川尻の秋田プライウッド本社、工場跡地と秋田市手形住吉町の秋田大学敷地という3カ所を新スタジアムの候補地として検討を行いました。そして建設の主体については基本的には行政、とりわけ秋田県と秋田市が中心となって進めるべきというような意見でまとめられたのでした。しかしながらその後さまざまな議論を進めていった結果、協議会が想定した3カ所とも新スタジアムの建設には課題を抱えていて困難だという判断が下されてしまい、老朽化に伴い移転、建て替えが検討されていた秋田市外旭川の卸売市場の跡地を有力な候補地として挙げていたのです。こうしてなかなか新スタジアム建設への道のりが進まない中で、2019年11月にはブラウブリッツの岩瀬康介社長がインタビューに答えていました。まずこのインタビューで、岩瀬社長が理想とするスタジアムのモデルはありますかという質問を受けた岩瀬社長は、日立大ですね、あそこには熱狂がある。2018年の開幕戦、ソユースタジアムに 12,800 人も来場していただいたことがありました。結果は0対1で敗戦したのですが、内容的に本当につまらなかった。ピップルームで観戦いただいた方もあくびをするくらいだから、僕は選手たちを怒ったんですけど、後日ピッチレベルからカメラマンが撮影した写真を見ると、選手はすごく戦っていて、それを見た時に、あ、そういうことかと。つまり陸上競技場だと伝わらない。その経験からもコンパクトでサッカー専用のスタジアムが絶対必要だと考えています、と柏レイソルのホームスタジアムである日立大のような臨場感あふれるスタジアムにしたいと語りました。続いて岩瀬社長は、キャパシティについてはいかがでしょうか。新スタジアムは1万人収容と想定されているとのことですが、それでは J1 ライセンスの基準を満たすことはできませんと指摘を受けた際に、クラブは段階的に成長していくことが大切だと考えています。 J1 のライセンス基準を満たす1万5000人規模のスタジアムを作って、平均
均観客数が6000人だったとすると半分以上が空席になってしまう。それで本当にサッカーの魅力が伝わるのか。我々が描いているのは8000席プラス2000席の立ち見席のスタジアムですが、そこで8000人入れば一体感を体現できる。そうなれば枯渇感も生まれて席単価の価値も高めることができます。結果的に数万人規模のスタジアムよりも入場料収入を大きくすることができるかもしれない。ただ同時に増設できる設計にしておくことも大切ですね。というようにまずはスタジアムが埋まる景色を作り出すことが大事だと明かしました。そしてインタビュアーから、秋田だからこそ必要だと思われるスタジアムの機能はありますかと聞かれた岩瀬社長は、絶対的にこだわりたいのはインナーコンコース、コンコース部分が全て覆われていることです。雪や寒さ対策はもちろんですが、県民の運動不足解消にも役立ちたい。秋田は11月から3月頃まで運動する人が一気に減ります。寒いから当然ですよね。健康は秋田の社会課題です。実は肥満県だったり健康寿命が低かったり、インナーコンコースによってシーズンオフも我々がスタジアムを利用した健康プログラムを提供するなど、サッカー以外の波及効果を埋めるようになれればいいなと考えています。というように県民のことを考えたスタジアム作りを進めていきたいとも語っていたのです。さらにこのインタビューで岩瀬社長は2025年に新スタジアムを完成させたいという願望を語っていました。しかしながら2020年5月に秋田県は新型コロナウイルス感染症による影響で税収減少が見込まれることを理由にスタジアム建設を先送りすべきとの見解を示しました。その影響でなかなか新スタジアム建設の話は進まず、岩瀬社長が求めていた2025年の新スタジアム建設は不可能となってしまいました。それでも2022年4月には新スタジアム建設に関する大きな進展があったのです。この時新スタジアムを含む秋田市外旭川地区のまちづくり事業で事業パートナーに選定されたイオンタウンの提案内容として、新スタジアムは J リーグのスタジアム基準を満たす屋根がつきピッチは可動式になる構造を予定していると発表したのでした。すると2022年6月に再び岩瀬社長がインタビューに応じ、イオンタウンが提示した内容について、秋田は冬になると雪の影響で屋外でスポーツできる場所がなくなってしまいます。その意味で全天候型になるのは大きいですね。あと先日もソユースタジアムで東北絆祭りが開催されて芝生への影響も心配したのですが、新スタジアムはピッチが可動式なのでサッカー以外のイベントにも積極的に利用できる点は大きなプラスです。ブラウブリッジとして試合でスタジアムを使うのは天皇杯を含めても20数試合で、それを公費だけで建設するのは困難な状況でしたが、今回の提案によってサッカーだけでなく多くの目的での利用が可能となるので公共施設として捉えていただけるのではないでしょうかと語ったのです。しかしながらこうした理想だけが先走る一方で、全く具体的な新スタジアム建設計画は進むことはなく、2023年になると J リーグはスタジアム新設を前提として特例を利用して交付している J2 以上のライセンスを2024年シーズン以後は交付しない可能性があることを示唆したのでした。難航を極める新スタジアム建設、このように2017年から計画がスタートしたものの、2023年になっても全く進捗が見られていなかったブラウブリッジの新スタジアム建設問題ですが、2024年2月にはようやく秋田市外旭川地区に建設が計画されている新スタジアムの全体像をブラウブリッジ側が明らかにしました。この構想によれば建設場所を秋田市外旭川地区にある卸売市場の建て替えで生じる余剰地と明記し、岩瀬社長は地域に開けたスタジアムを実現していきたいというふうに思っておりますと語りました。また J1 の舞台を見据えて椅子席を約8000席、立ち見席約2000席と合わせて1万人を収容できる規模として、観客席は全て屋根で覆う計画、またピッチの利用はサッカーやラグビーなどの試合で年間50日、スポーツ教室などで50日程度を想定しているとのことでした。さらにインタビューで岩瀬社長が強調していたように、運動やイベントができるよう大きな通路を設けることも計画に含まれていて、災害が起きた時の避難所や備蓄倉庫としての役割も担えるとアピールしました。ただ新スタジアムは卸売市場の建て替え完了後2030年6月以降に工事に着手し、完成するのは2032年という当初の予定よりかなり遅れたスケジュールを示したのです。そして問題となってくる新スタジアムの運営や費用については、ブラウブリッジを中心にスタジアムの整備会社を設立し、県と秋田市の支援を受け整備運営する想定としていて、整備費は約90億円と見込み、県秋田市が3分の1の30億円ずつを負担、残る30億円を民間の資金で賄う計画と発表しました。こうした費用について岩瀬社長は、一番いいのは国からの大きな補助があって地元自治体の負担が軽減できるというものの中でいいものが作れる、そして継続した運営ができるのが一番いいかなと思いますので、それのベストって今このスケジュールで決めるべきことなのかなというと、僕はここでもう確定させるものでもないのかなと思っていますというように指摘しました。またブラウブリッジは2月に訪れた J リーグの担当者にも新スタジアムの整備計画を報告し、スタジアム建設の着工が2030年6月以降という計画を伝えたところ、 J リーグ側からはスタジアム建設が間違いなく進展しているという評価もあった一方で、厳しい指摘も受けたとのことでした。その指摘について岩瀬社長は、一つはこのスケジュールの部分といったところで、これまでいろんな議論をしてきた中で昨年6月に申請した段階の意向表明書という部分をベースに考えたときに、非常に厳しい見方をせざるを得ないというお言葉をいただきました。このクラブ経営、いわゆるブラウブリッジ秋田のクラブ経営の規模に対して、民設民営の今のベースで考えると30億円のクラブが資金を調達するというのはいささか非常に厳しい数字になっているのではないかなというふうなご指摘もいただきましたと語りました。こうした指摘を受けた上で岩瀬社長は、この J リーグという価値をですね、やはりもっともっと自治体の皆様にも、そして市民県民の皆様にもご理解をいただくというのが僕らの役目かなと思っておりますので、そこに尽きるかなと思ってますというように、まずはクラブの発展が大事になると強調していました。しかしながら先日の6月26日にブラウブリッジと秋田市、そしてイオンタウンを交えて新スタジアム建設に向けた協議会を開いたのですが、この協議会で秋田市から建
建設候補地について、現在のホームスタジアムがある矢橋地区を含んだ他の候補地も検討できないか提案があったのです。これまでの流れだと完全に外旭川地区の卸売市場の余剰地で建設する予定でしたが、秋田市の新たな提案についてブラウブリッツは受け入れ、秋田県は一度持ち帰って検討することになったと明かし、またしても新スタジアム建設計画は白紙に戻るような形になってしまったのです。こうしたまさかの計画白紙に対して岩瀬所長は、9月末にライセンス結果が出るまでリーグ側には逐一話をして誠意を伝えていく、スポーツを通じて地域活性に寄与できると思っているので、1年でも早く秋田のために新スタジアムを作ることが使命だと思っていると話していました。さらに協議会終了後、秋田市まちづくり戦略室の室長は、卸売市場の余剰地においてさらなるスケジュールの短縮はなかなか難しく、矢橋地区やその他の場所も含めてあらゆる可能性を検討できればとお願いさせていただいた。何のために他の候補地を検討するかは県やブラウブリッツ秋田も同じだと思うので、市の提案を好意的に受けていただいたと思っているというように、他の場所を提案した理由を明かしました。そして今後については、この場所だから全てが解決されて予定通りに行くというのは現状はない、検討を進めて一つ一つ理解してもらいながら前に進めていきたいとも話しました。そんな中、秋田県の佐竹知事は7月5日の記者会見でブラウブリッツの新スタジアム建設問題について言及しています。まず佐竹知事は、秋田市が矢橋地区を含んだ他の候補地も検討していることについて、場所は物理的にできれば秋田市が条例を改正してやるといえばできる、県としては一定の支援はすると述べた上で、矢橋地区にすると交通の便がいいので学生などの人の集まりが非常にいいし盛り上がる、帰る時にも飲食店があるので地元の商店街への相乗効果があるというように、矢橋地区に建設する場合のメリットを述べていました。その上で佐竹知事は、財政面の努力をしたのか、チームとして主導権を持って取り組んでほしい、スタジアムを整備するのは行政の責任ではないですよ、チームの責任とブラウブリッツ側に厳しい意見を語っていたのです。この佐竹知事の発言にはネット上から賛同の声が上がっていて、知事の言うことは普通に考えて当たり前なこと、自治体依存しないと生きていけないくせにふんぞり返る日本サッカー界隈の非常識さよ、税金投入するなら市民が使えること前提です、何でも利用可能で、バスケが休みでも市民利用できるアニーナと違って J リーグしない日は芝寝かせないといけないサッカースタジアムは市民が利用できない、そんなものを税金で建てる方がどうかしている、市民が使えない公共施設って何、稼働率もそうだけど赤字垂れ流し、税金頼りをどうにかしてから規定云々言ってほしい、 J リーグがサポートする形で作ればいいんじゃないか、規定を作ってるのは J リーグなわけだしというように、ブラウブリッツだけでなく資金面でのサポートを行わない J リーグ側にも批判の声が上がっています。このように今後も前途多難な道が待っていそうなブラウブリッツの新スタジアム建設ですが、皆さんはどのような結末を迎えると思いますか、ぜひコメント欄で教えてください。というわけで今回はブラウブリッツ秋田が抱える新スタジアム建設に向けた問題についてまとめていましたが、湘南ベルマーレの新スタジアム問題についてまとめた動画も出しているのでぜひ見てみてください。それでは僕も基準に満たないスタジアムを紹介する前に、まずはそろそろまともな家に住めるように頑張りたいので、応援してくれる優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。